お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党北関東比例代表の候補者、前衆議院議員の塩川哲也でございます。今度の総選挙、皆さん頑張れば頑張っただけ躍進できる、日本共産党が伸びれば政治が変わる、このことをはっきりと示していこうではございませんか。皆さん、この北関東といえば西川高野大臣や小渕優子前大臣のように、政治と金の問題にまみれている、こんな自民党政治を続けさせていいのか、厳しく問われているのではないでしょうか。小渕前大臣は結局政治資金の問題で、歓迎会などについても入りと出に大きな差がある、入りの方が本当に少ない、こんなことを問われて大臣を辞めざるを得なかったのに、このことについてのまともな説明もないまま選挙に立候補し、自民党が公認までしている、一体どういうことでしょうか。こんな国民不在の政治となるのも、結局はその差額の穴埋めを企業団体献金とともに政党助成金で行える、国民無視の政治を行える、その大元に皆さんの税金分け取りの政党助成金があるのではないでしょうか。これこそ正すべき時であります。そして皆さん、企業団体献金で言えば、自民党の企業団体献金、2012年から13年 1.5 倍にも増えている。その中でも原発マネーに関わる原発メーカーから2倍から3倍もの企業献金を受け取っているじゃありませんか。ゼネコン業界から2倍もの献金を受け取っている。結局は原発推進政策の大元に原発利権があって、これに潤う企業からお金を受け取る、そんな自民党がまさにこの企業献金のトリクルダウン、この政治が原発推進の大元にある、こういう利権きっぱりと断ち切るのは、原発マネーと無縁の日本共産党を大きく伸ばしていただくことではないでしょうか。皆さん、この北関東日本共産党の議席、今まで私の一議席でありました。しかし皆さんと力を合わせて、地方議員の方と力を合わせて、草の根で要求実現に頑張ってまいりました。その取り組みの一つがこの2月の大雪被害対策であります。過去例を見ないような大雪でカーポートが潰れたり、農業用ハウスが潰れたり、大被害を被りました。このような被災農家の方の支援のために、農業用ハウスの支援策の拡充を求めてきたのが日本共産党です。これが皆さん、今までの3割の補助が自治体の補助と合わせて9割にまで大きく引き上げられて、被災農家の応援の施策となって実現をしたではありませんか。災害瓦礫を除去するのは自治体の仕事でも、大災害の時には環境省の補助の仕組みがありますが、大雪被害対策には1メートルを超える積雪でないと適用しないという話でも、皆さん、あの大雪を降った秩父のその最高積雪は98センチ、届きません。でも過去10年間の秩父の平均最高積雪は12センチであります。皆さん、こんな過去最大の大雪被害に対してなぜ適用しないのか、厳しく繰り返し国会に適用することで、環境省も過去類を見ない災害であれば適用すると制度を変えたではありませんか。ここに皆さん、草根の力を持つ日本共産党の進化が発表されている、この国会と結んだ力、さらに大きくなれば皆さんの願い届けることができるのではないでしょうか。今までの北関東の一議席塩川哲也に加えて、梅村小夜子さん2議席の実現、これが皆さんの願いまっすぐに届ける力となります。原発再稼働を許さず、原発ゼロの日本の実現、消費税増税 10% は先送りではなく中止を、戦争する国づくりを許さず、そして憲法9条を生かした日本の平和外交を大きく進めていく、その願い実現のためにも、安倍暴走政治に戦い抜く北関東の比例代表
2議席の実現のために皆さんのお力をお貸しください。心よりお願いを申し上げまして私の訴えといたします。ありがとうございました。以上、選挙区比例候補者の皆さんに、皆さんどうか今一度大きなご声援をよろしくお願いいたします。それでは小池晃幹部会副委員長、参議院議員がお訴えをさせていただきます。どうかお聞きくださいませ。ご紹介をいただきました日本共産党副委員長の小池晃です。いよいよ日本の未来がかかった歴史的な総選挙始まりました。政党を選ぶ比例代表選挙では日本共産党と書いていただく方を広げに広げて、北関東ブロック塩川哲也さん、そして梅村紗友子さん。塩川哲也さんは原発問題中小企業オスプレイ、抜群の論戦力で国会にはなくてはならない人であります。梅村紗友子さんは消費税なくす世界でずっと活動してきた消費税キラーであります。塩川梅村、いい塩梅のコンビ、2議席必ず2名勝利、どうかよろしくお願い申し上げます。いよいよ始まるこの総選挙、歴史的な選挙戦、日本共産党正面から安倍政権と対決をし、対案を示し、共同の力で政治を動かす、この議席を伸ばしていただきたいと最後の最後まで訴え抜きます。どうか今日お集まりの皆さん、足を止めていただいた皆さん、歴史的な選挙戦、あの時を境に日本の政治が大きく変わっていったと言えるような結果を出していこうではございませんか。お力をお貸しください。勝たせてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。暴走政治ストップ、政治を変える日本共産党です。金で政治を歪める自民党対国民の声で政治を動かす日本共産党、どうか日本共産党勝たせてください。押し上げてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今度は秋の政治を実現させることになります。比例代表は日本共産党、比例代表は日本共産党と書いてください。頑張ります。小選挙区は候補者名で